この番組は再生リスト形式でお届けしています。小島です。実は小島がですね、就職でミュージックマン卒業になりました。皆様にメッセージがあればお願いします。はい、今回就職に伴いましてミュージックマンのプロジェクトを卒業させていただくこととなりました。昨年の12月の番組アップから約5ヶ月間ミュージックマンの方で自分がいいと思ったり音楽業界の皆さんにぜひ紹介したいというアーティストの方をたくさん紹介させていただきました。これまでキュレーションを通しまして素材の協力をしていただいたアーティストの皆さん、そしてミュージックマンのコンテンツを視聴してくださった皆さん、本当にありがとうございました。今後も様々な音楽を個人的に探していきたいと思いまして、ミュージックマンの経験を無駄にしないように私自身も精進してまいります。またミュージックマンのプロジェクトは今後も継続されていきますので、ぜひ今後もご視聴よろしくお願いします。本当にありがとうございました。はい、ありがとうございました。もう教科書に書いたようなね、もう素晴らしい挨拶の言葉でしたけども、いやミュージックマンのね、スタッフみんな小島さんのねキュレーションのセンスとトーク力、もう本当にね残念で仕方がないということで、みんながねこんなに小島さんの卒業をこう悲しむというか残念に思うっていうのは、やっぱりこれまで小島さんがやってきたお仕事が素晴らしかったからだということだと思いますので、今後一応音楽に携わる業種ということでですね、頑張っていってもらいたいと思います。本当にお疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。FB コミュニケーションズ株式会社は音楽業界情報のミュージックマン、音楽業界求人情報のミュージックマンを運営しています。長年培ったネットワークを生かし、アーティストと音楽業界人をつなげていこうという企画がこのミュージックマン。各情報は概要欄をチェック。 TikTok もやってるよ。果たしてこのチャンネルから未来のスーパースターが誕生するのか、次回もチェックだ。